ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は、クアルコムから新しい CPU、スナップドラゴン850が発表されましたので、それについて簡単にご紹介したいと思います。スナップドラゴンというと、一番有名なのがスマホ向けの CPU ですが、それ以外にも色々あって、スマートウォッチ向けの CPU なども作っています。今回新たに発表されたスナップドラゴン850は、スマホでもスマートウォッチでもなく、パソコン向けの CPU となります。パソコンといっても、現在市場に流通している普通のパソコンではなくて、いわゆるスナップドラゴン版の Windows になります。もちろん処理速度では、現在の Intel CPU を搭載した Windows には遠く及ばないものの、本来スマホ向けに開発されたというところもあって、常にネットワークに接続してもバッテリーが長持ちするといったパソコンが作りやすくなります。いわゆる Always Connected PC に向いている CPU になります。製造プロセスは10ナノとなりますので、現在の Intel CPU の主流である14ナノよりもさらに世代が進んだプロセスになっています。また、サポートしている通信規格も、まだ普及していない IEEE802.11AD もサポートしています。この 802.11AD の特徴としては、これまでの通信帯域よりもはるかに高い周波数帯域、60GHz 帯を使えるというメリットがあります。まだまだスナップドラゴン版の Windows は普及していなくて、どれぐらい使えるかというところが未知数ではありますが、Intel の Atom よりは処理速度が高くて、なおかつバッテリーもよく持つノートパソコンが欲しいという方にとっては、このスナップドラゴン版 Windows は意外と向いているのではないかと思います。なお、現在判明しているだけでも、今回発表されたスナップドラゴン850を搭載した端末として、Lenovo や Hewlett Packard、Asus のほか、サムスンからも具体的な製品が発売されるとのことです。ただ、現在のスナップドラゴン835を搭載した端末が国内で販売されていないことを考えると、それらのメーカーが日本向けに製品を発売する可能性は現時点では低いのではないかと思います。今後もこのスナップドラゴン850について、そしてそれを搭載した製品について何か新しい情報がありましたら別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。